で、この下にも若い子たちに言いたくないんだけど、ね、しなかったらどれだけ食べるかってこと。缶食べ物、それだけ飲んでるというか、まあゴミも入ってますね。ちょっとひどいですね。これどういうことなんですかね。西側橋工場、西側橋セキュリティが話した。さっきこれ言うなに、はい、というわけでおはようございます。時刻は朝の6時回ってます。で、今日はですね、もう緊急事態宣言かな、解除されての第1日目の朝ということで、まあ今日から、まあ多少ね状況が変わってくるわけなんですけど、まあいつもはねゴミ掃除したりするんですけど、まあ今日はちょっとね、やり方を変えまして、まあこの朝の状況っていうのを撮影しようかなと思うんですけど、まあ、昨日ね撮影したんですよね。取材というかね、ラジオの取材で、掃除をしてる、のを取材したんですけど、まあその時は打ち上げ花火の跡があったりとか、ウイスキーの、瓶とかね、今この写真に写ってるようにこんな感じで、ね、あったんですけど、まあ今日はね、機動力を上げるために、まあなるべく撮るのを中心に、撮影していこうかなという感じで、撮るというのは普通にね、状況を映像でお届けするという形でいこうかなと思います。はい、じゃあ早速ちょっと歩いていきます。まあ、朝早いので散歩したりとか、そういう方がね結構おられるということなんですけど、まあゴミがねあるわけないんですけど、まあ、カフェのねゴミがあったり、カフェというかこのねコーヒー関係の、まあ、ボトルあったりとか、これタバコの跡とかありますね。靴とかもあります、まあ、昨日ねだいぶ掃除したんで、まあ、今日はタバコ程度かなっていう、感じなんですけど、おー、ちょっとなんか隠れるというか、視線に入りにくい、場所にありますね。なんか先ほどまでね食べてたのかのような、感じで痕跡が今残っているということで、結構ね匂いが激しいですね。で、この下にもゴミが持ってますね。ゴミ箱みたいになってます。はい、まあ昨日とね、全然ゴミのあれが違うんですけど、昨日はね、お酒がすごい良かったんですよね。でちょっとねここから、錦町本町の方に歩いていこうかなと思います。ここにも溜まってますね、すごい量の。それだけ飲んでるというか、まあね、これゴミがお弁当のね
ゴミも入ってますね。ちょっとひどいですね。はい、じゃあこのままずっとまっすぐ行きます。まあ多分何もないと思うんですけどね、全部閉まってるので。でもやっぱね、目立つところはこういうね、缶がいっぱいあるんですけど、こんな感じですね。やっぱりいっぱいですね。回収間に合わないんでしょうね、まあ、ちゃんとゴミ捨て出るんですけど、やっぱこういうのが実態であったりとか、缶とかね以外の、スーパーカップとかいうか、アイスクリームとかね、いろいろあります。でここからね、まん延防止というね措置になるんですけど、まあ大してね、そんなに飲食店さんだけが、まあ、被害というか、まあ時短という形になるんですけど、引き続きこういうのが続くのかなと思います。で昨日もね、取材みたいな感じで、ゴミ拾いをしたんですけど、まあこれに関してはね、今週の土曜日ですね、土曜日の RSK ラジオの土曜番長の、13時20分ぐらいかなからその内容をね、僕がお届けというか、喋りながら、解説していくような、感じでやるような感じなんですよね。岡山県、香川県以外の方はね、インターネットアプリラジコで、見てください。地域がいろいろあると思うんで、まあ、会員登録制みたいな感じになるんですけど、月額がね、まあそれだとエリアがフリーで見れたりとか、まあでも正味多分駅前東口とかね、あっち系なのかなってすごい思うんですけど、さすがにこの辺はないですよね。でちょっとね、岡山駅前、東口の方に移ろうかなと思います。ここにはないです。はい、岡山駅到着しました。はい、まあ、ここもねすごい人がたまりやすい場所なんですけど、まあ、早速ね、お酒の缶とかタバコね、吸い殻あったりとかで、この、水の中なんですけど、でお酒の缶とか食べ物ね、行きます。ここもね、駅前の東口ロータリー、夜になったら結構ね車が、
泊まるんですけど、まあ、ここでも結構ねゴミが当たり前のように残ってたりするんですけど、そうですね、井戸のゴミとか、ちょうど入り口、ね、部分的ですよね。まああとね、早朝になると絶対あるでね、ちゃんと中入れてないんで散らばってね、しまって。まあさすがにここはないか。結構ね、飲み屋街のスナックとかキャバクラとか多いエリアなんですけど、まあそんなにはひどくはないんですけど、まあちらほらゴミがある感じですね。とかまあ、歩きタバコじゃないですけど、まあ、うん、あんまし危ないですし、なんか子供さんがね、この辺りはタバコ、歩きタバコもダメでしょ。ですよね。座ったらいいっていうもんだもんね。ですよね。なんでで、お酒とかね、結構今日も限界でしょ、これ。そうですね、なんか、うん、昨日も若い子がね、なんか、はい、やってました。この辺とかね、あ、ここいっぱい貼りましたったりしてて、僕も一応ずっとね、回ってきてゴミを確認して、はい、それでにしてもまた人が、あー、すごいですね。そうですね、ちょっとやっぱりなんだろうな、みんな多分知らない人が多いんで、うん、こうやって掃除されてる方もいるっていうのは本当にね、そうですよね。はい、だから若い子たちも多分絶対甘えがあると思うんですよ。甘えがある。若い子たちって言いたくないんだけど。そうですよね。やっぱり言う方もいらっしゃるし。そうですよね。全てがこう悪いではないですよね。まあ仕方ないですよね。ないから。まあね、ここも一番多い場所ではあるんですけど、まあ、他にもね、点々とゴミがあったりとか、まあ、岡山駅、東口にね、あったりとか、ちょっとね、なかなか難しい感じかなとは思いますけど。
皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏番スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。